こんにちは、こんばんは、おはようございます、ぎこちゃんです。ザーはい、ということでね、いざなみ、読みの主催神に読みを使ってみようっていうコーナーでございます。いきます。それまあここはね、いつも通りの操作方法でございます。おい、なんで微妙にずれたんだよ。ちょっと右にやるか。じゃあちょっとだけね。 OK、 そしたらもう横勘で、うー、毒いいね。3万ダメージで結構いくのね。いけ、うん、からのこうかな。フォーカスを取ると、合ってる合ってる。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。次ヨミちゃんね。ヨミヤンはこうかな。これ倒せるだろ。よし、この連打いいね。レーザーはやっぱ強いわ。うん、で、縦勘。お、なんだこれ、回復いらなす。で、次で、ナポ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 のマークで下に当てると。強いね。強っ、めちゃくちゃ強いね。一言で言うと、二言で言うと、ごっつりめっちゃ強い。よし、でもどうした。で、次ヨミ。お、ついにイザナミ行くんじゃない。中ボスでドドーン、来やがったな。化け物め、叩き潰し。あー、痛かったな、本当は下にな。まあ、しょうがない、これ叩き感じ。え、いいの、そのありがとうありがとう、嬉しい。あー、おい、当ててくれよ。今当たってんだろ、今ね。ギリギリ当たってたの。まん丸い手の部分当たってたね。いくぞ、いきます。次、おお、じゃあちょっとずらしながら、ドキュン、強いよー。じゃあヨミ攻撃力アップしちゃうか、ね、すごいねこの髪型。 雨にさらされたからもうとんでもない剥げ上がってるみたいになってる。さあ、よくわかんないけど倒したからいいや。次、ストライクショットたまりました。左下の雑魚のとこに行きましょうってやつだな。ドスンと、ここに配置しとけばいつでも遊べる。俺はそう思ってるよ。お、いいぞ、めっちゃいいなこれ。あ、これいい感じじゃない。これで遊べるんだ。お、いいんじゃないいいんじゃない、めっちゃ遊べんじゃんこれ。やめてくれ、なんでそれ復活させんの。いいわ、マニアついるよ。超いい、行くーとはこのことかな。もうやめてよ、こんなからゾンビは。バカ野郎、なんでゾンビ選ぶそこから。おい、ゾンビマニアとして、ゾンマニってやつ、ビンマニみたいじゃないけど。強っ、ヨミいいね。そんなに強いんだったら俺もう気に入っちゃったよ。ずらしてさ、いいところに配置しておけばいいんじゃない。もうこれでいいんじゃないでしょ。カタンと行くんじゃないですかこれ。頭の上行ってこう、いいとこに行ったね、また。じゃあまあゾンビさんだけど倒してさ、ミリオンを復活しないようにしてやることやっちゃおう、ここ、ね、あーやべ、ミスった。太ってんだよね意外と、敵が全員で。ああ、ここからこっちでなんだっけ。あ、しろしろしろ。あー違うよ、今離しただけだよ指を。ゲージが見えなかったんだよ。まあいいや、はい、まったくよ、恐ろしい。よしよし、で大丈夫、金ハート取れるかな。こうしよう、さあ倒しようぜ。まあどうしようか。お、もう一回金ハート取っちゃうよ。じゃあよいしょ、取っちゃうよー、王子さん取っちゃうよー。はい、そして次、おー、でも位置取りはいいね。これ右下に行けばいいんですよ、単純に。単純マーク、いつバカ、何そのずれ方。まあいいけどさ、別に、ま、別にいいけどさ、よくないよ。でも
っぱり。それは良くないよ。いじめだよ。それ。カンと。よっしゃ。次こそは早いんじゃない結構進むの。腐ったやつできなくなっちゃうね、これが。次真ん中でしょ。なんか配置しなくてもラファエルのレーザーはやっぱ強いね。なんといっても。ダーン、ね、おお、いいね。で、下に向かってストライクショット。この辺りね。ファールオーバーエッジ。そんな名前だっけ。これめっちゃいいんじゃない。うわ、マジかそれ。あー、全員当てたかった。なかなか惜しかったじゃないか。これでもいいね、人で2人当てればドーン。あ、当たった。次こそはさあ、腐ったエールするよ、みんな。みんなの大好きな腐ったエールの時間だよ。はーい、腐った夜の時間ですね。はい、じゃあ行きます。せーの、腐った夜。はい、ありがとうございました。はい、腐った夜強っ。めちゃくちゃいいじゃんこれ。腐ってんなー。なんだっけこのストライクショット、次の人の。あー、敵打ち込むね。いや、打ち込む必要もない気がする。うん、打ち込む必要はない。ドヒュン、あ、強いよ。最後の腐ったエルの殲滅力良かったね。うん、ちょっと腐った動画だな。